ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、己の欲せざるところは人に施すことなかれ。自分が他人からされたくないと思うことは他人にとっても同様に嫌なのだから、決して他人にしてはならないということ。みんな誰しも嫌なことはされたくないよね。悪口を言われたり、約束を守ってくれなかったり、わけもわからず八つ当たりされたり、時には暴力を振るわれて傷つけられたり、そんな自分がされて嫌なことというのは当然他の人にとっても同じだってこと。つまり自分がされて嫌なことは他の人に対してもしてはいけない。常に相手の気持ちに立って思いやる心を持ちなさいと戒めた言葉になります。これは論語が出典のことわざです。ある時、孔子のお弟子さんの子貢という人が孔子に、人として生涯貫き通すべき一言があれば教えてくださいと尋ねられました。孔子はそれは序という言葉だと答えました。序とは相手の身になって思いやり慈しむという意味です。孔子はさらに続けて、自分にしてほしくないことは人にもしてはいけないと言われました。またある時、同じ孔子のお弟子さんの仲丘という人が、仁とはどういうことかと質問をされました。これに対して孔子は次のように答えられました。ひとたび門を出たならば、接する人すべてに対して大事なお客様であるかのごとく扱いなさい。民衆を使うときは天地創業の神々を祀るときのように慎み深く振る舞いなさい。自分にしてほしくないことは他人に対してもしてはいけない。そうすれば国の中枢にいても民衆に恨まれることはなく、家庭にあっても人に恨まれることはないでしょうと答えられたそうです。孔子は今から2500年前に生きた人だけれど、現代においても身に染みる言葉と言えるよね。同じような言葉で世界の偉人が残した名言を紹介するわ。 Do not do to others what angers you if done to you by others。 他人からされたら怒るようなことを人にしてはいけない。今日のチェックポイント、 What? 〇〇すること、先行詞を含む関係代名詞の使い方だね。 Anger 〇〇を怒らせる。 Others 他の人たち。この文で使われている if 節は主語と be 動詞が省略されているわね。本体となる主節の主語とその後に来る従意節の主語が同じで、さらに be 動詞が来る場合は11節の中の主語と be 動詞は省略してもいいことになっています。これは古代ギリシャの哲学者ソクラテスの言葉です。思いやりは大事だってこと分かっているつもりなんだけど、慣れ親しんでくるとついつい忘れがちになっちゃうものだよね。時には心にブレーキをかけて、相手はどう思っているんだろうと立ち止まって考えることも大事だわ。人を思いやる気持ちは常に心に留めておきたいよね。ということで今日はこの辺で、それでは次回をお楽しみにね。 See ya!